こんにちは。さあ、だんだんオーラスに近づいてきました。豊さんの開幕予想だ。疲れちゃうな、これ。疲れます。でも、ああ、今回は広島と西武でしょ。そうなんです、広島西武。広島は俺の願望も含めてるから。なるほど。西武はいろいろオープン戦追ってても分かんない。これ結構日替わりで変わってるんですよね。もう分かってんのは山川の4番だけ。そんな感じだよ。だから源田が出るのが出ないのとかね。まあでも1年間長いから、まあしっかり直して出てきてほしいな。そうですね。というわけで今回は広島と西武の開幕を大予想していきましょう。じゃあまずはセリーグの広島から。はい。1番センター秋山。秋山選手1番。はい。どうしました？そうだね。これいいですか？まあいいや。ちょっと後で修正するかも。OK です。2番セカンド菊池。はい。3番レフト西川。あ、いいですね、西川選手。はい。4番キャッチャー坂倉。今年からね。これは俺は広島の打線の中で一番いいバッターは俺坂倉だと思ってる。だから俺は4番を打ってほしいんだよ。はい。多分ね、オープン戦の使われ方って。新井監督はやっぱキャッチャーのポジションの大変さ、まあ、それとやっぱこう久しぶりにキャッチャーやるじゃない、はい、だからそれの負担だとか考えてちょっと6番とかに置いてるケースが多いんだけど、はい、俺はやっぱそこを乗り越えて4番になってほしいなって、まあ、打てるこれ願望も入ってる。あ、そこの4番には入ってるんですね。いいと思います、はい、で5番、はい、マクブルームファーストね。はい、はいで6番、小園、6番小園、ショート小園、はいね、7番サードデビッドソン、あ、新しい外国人選手、ここら辺はね、やっぱ外国人をヤクルトみたいに並べたくないという。ああ、それ豊さんのあのやり方ってやっぱすごいと思うんだよね。で外国人2枚並べるとそこは何にもできないんだよ、細かいことが。はい。うん、だから小園を挟んだ。サンドイッチした形ですね。あ、そう。なるほど、はい。で、まあだから7番デビッドソンね。はい。で8番、ライト野間。野間選手、はいはい。これ秋山がライトに行って野間がセンターでもいいんだけどね。あ、そっちそれはどっちでも。まあどっちでもいいんだろうけども、まあ両方ともうまい選手だからね。でピッチャー大瀬良。大瀬良投手と。ね。ところで、豊さんさこのオーダーで。はい。なんか悩んだところだったりとか独特なところってあります？まあこれはシーズンが始まらなきゃわからないんだけども、デビッドソンが多分打ってくると思うんだよね。うん、俺結構いい外国人だと思ってるから、はい、ここら辺を5番だとかで坂倉が大変だったら本当に6番に下げて、うん、少し守りに中心に、はい、デビッドソンを4番にするとか、そこを上げるっていうことですね。そうだねとか、はい、でオープン戦見てると秋山の状態っていうのがちょっと上がってこないんだよね、なかなか、うん、だからここら辺で1番が今度悩み出すかなって、そうなってくると野間を1番に上げたりだとかさ、あー、そこをしてもいいかなっていうふうに思ってるんだけどね。なるほどなるほど、でも本当は小園が中心を打ってほしいんだけどね。小園選手には本当は何番打ってほしいですか、期待として。今この打線からするとやっぱり2番1、2番だよね。はい。本来はそこ3番まである彼は。はい。まあそのぐらいのバッターだとは思ってるけどね。だからまあでも6番というのも重要なポジションだし、だからここら辺をしっかり務め上げて上を目指してほしいね。打順の上を。なるほど。まあひとまず開幕はこの打順でが一番理想ではないかというところですね。これはね、多分ね間違える。これは違うと思う。だって坂倉を多分6番スタートですると思う、新井監督は。俺は坂倉のバッティングっていうのは好きだし、ものすごい買ってるから、お前がカープの4番だって言って育てたいけどね。そっかそっかそっか。まあその願望が入ってるから、これは絶対違うと思う。豊監督だったらってことですね。そうそう。坂倉お前キャッチャーだろうがなんだろうが、みんなしんどい思いしてるんだって。そこにへこたれるなんて。お前が4番打てって、お前しか考えてないっていう期待を込めてですね。ただおそらく6番ぐらいになりそうかなっていう感じ。ああ、そこも含めてみると、だからマクブルーブを4番に上げて、デビッドソンを5番、坂倉6番で7番に小園選手っていうような感じにはなると思うけどね。わかりました。だから俺はこれを願望があるから。はい。おお。勝手な願望だけどね。いいんですよ、いいんですよ。さあパリーグは西武です。はい、西武。西武ちょっと待ってください。大変でした西武。大変、もう誰が誰やら分からへん。いたら打率は低いしさ、みんな。そうなんです。打順も守備も本当日によって変わってたりもするので、唯一だからそのね山川選手だけが決まってたところ。まあそうだな。ですよね。確かに。源田もいないでしょ。多分。そう多分そうでしょうね。だからわかんないけど。はい。まあ行くよ。行きましょう。1番センター鈴木。あ鈴木選手。うん。で2番サード牧野。牧野選手新しい選手ですね。まあそうだね。はい。まあおかわりでもいいんだけどね。2番にですか？いやいやサードはね。あサードは。だけどまあ牧野。そこはスタメン牧野選手で。で3番セカンド外崎。はいいいですねそこは。まあ1番外崎でもいいんだよね。鈴木3番でも。そこ変えてもいいってことです。まあいいと思う。外崎が1番に入った時って西武ってまあ昨年割と勝率が良かったと思うんですよ。だからそういう意味では入れ替えてもいいけど、はい、でも1年間長く安定して戦えるって言ったら外崎が3番で仕事してくれたら一番大きいよね。そうですね、うん、で4番、はい、これは言うまでもない、はいね、ファースト山川選手、はいはい、で5番 DH 中村。あ中村選手 DH でいやこれホームランポンと打ったら次の日もポンって出てるよね、はい、だから状態的には上がってきてると思う。だからまあおかわり君がいいかなと。はい、うん、で6番レフト陽川、うん、お来てそうだな、はい、まあ陽川もしっかり頑張ってるからな、うん、だからまあそこらモチベーション上げるためにもレフトで行けと。いやファンは嬉しいですよなあ、うん、元阪神ファンの方も嬉しいと思います。まあそりゃそうだな。はい、はいうん、で思い入れ込めて、はい、7番ここがキャッチャー思い入れ込めてここは可愛いんだよ。どこら辺が可愛かったですか？森下知らなかったじゃん、俺のこと。はい、知りませんでした。こんな野郎と思いながら。先輩ということを。その後はすごくね、柔らかく接してくれたけど、森下もね。で、この前林君行って、西武とのオープン戦だったんだよね。北海道、日本ハム。で、コーチ誰やったかな？平石だったかな？平石が、お、こが、来いとか言って。何ですかって言ったら「分かるよな」って言うから「あこんにちは」とか言って「おお前本当に分かってんのか」って言ったら「あかわいさん」いやそしたら可愛いの懐いてくるんだよ。なんかあの子がどんなふうに「いやタカさんちょっとこういう悩みあるんですけど」って「バカ今俺に聞くない」って「いや安倍晋之助に聞け」って。ああそれは。いやそれはキャッチャー同士でね。まあねそこも。お前オープン戦あるかって聞いたらあるって言うから、じゃあその時に聞いとけって。で俺が余計なことを言うとね、やっぱコーチの方もいらっしゃるんで、同じユニフォーム組からちょっと聞けと。なるほど。うん。可愛いんだよこの子。ああだからもうその思いが乗り移っちゃったんです。もう子が。もう子が。いや柘植とかやっぱりねバッティングとかいいけど、古賀もやっぱバッティングはいいんだよ。はい。うん、それとね、あの子はね、愛されキャラだわ、多分だから、キャッチャーに座ってて、ピッチャーはね、嫌な感じはしないと思う、うんうん、だからそういう意味も込めて、はい、もうこが、はい、そこは、はい、8番、ライト、愛斗選手、愛斗、まあ、ちょっとオープン戦だ、打率がそうですね、うん、だけど、まあ、昨年、うん、本当に頑張ってたから、はい、だから、まあ、最初、スタート。やってみろみたいな、まあそんな感じでね、川越とかもね候補はたくさんいると思うけども、はい、西川とかもいるけど、はい、まあ愛斗、ね、ガッツマン、まあ、西川選手はねサポートメンバーで非常にいい守備だったりとかバッティングもありましたけども、そこは愛斗選手をじゃあスタメンということで開幕、はい、はい、で9番ショート山村、まあ源田選手がね、はい、はいない分だけと、まあこういうのでどうでしょうか、ね、いや西武が本当にやっぱりちょっとわからないんだよとですよね、だからもう本当にね前日までこうフリーバッティングとか見てて、はい、あこいつ調子が良くて打ちそうだなっていうのを松井監督は使ってくるのかなっていうようなギリギリまでいろいろ試してるけど、なんかこういろいろ似通ってんだよね。ただやっぱ足も使いたいと言ってるから、はい、この中では足を使える選手っていうのはそうあんまりない。そうですね。そうですよね。だからそういった意味では、まあ、例えば金子とか、まあ、そういう選手を使ってくる可能性もある。確かに本当西武だけはちょっと蓋開けてみないとわからないですね。やっぱね迷ってるな、ちょっとな。松井監督も、やっぱどうやって点を取ろうかって、この打線で機能して点が取れるんだったらこれでいこうと思う打線だと思うんだよ。はい、ただやっぱ足を絡めなきゃきついなと思ったら、やっぱ打線もちょっといじってくるだろうしね。そうですね。いや本当に今までのイメージしてる西武打線とまたちょっと違うものになっていきそうですね。まあそうだね。はい。まあこうなりました。はい、というわけで今回はまあ広島と西武ということで、西武は開幕投手は高橋光成。あ、もうそこはそうですね、高橋光成投手。すごい神してんな。ビヨーンってもう山嵐のガッツあふれる感じで。山嵐。はい。なんかこうなんかあったよね。ワイルドな。ワイルドだよね。はい、感じで。まあね、今シーズンも来ると思うんですけれども、次回ラストです。ラストは今回の広島と西武と開幕戦戦うヤクルトとオリックス、優勝チームです。昨シーズンのまあ片っぽは簡単だけどね。あ、そうでしょうね。片っぽがちょっと大変でしたね。はい。